西ポモージュ県は、ポーランド北西部の県である。県とはシュチェチン。バルト海に面している。ドイツと接していて、国内では、ルブシュ県、ビエルコポルスカ県、ポモージュ県と接している。1999年1月1日、ポーランドの地方行政区画の改正に伴い、誕生した。主に旧シュチェチン県、旧コシャリン県からなり、旧ゴジフ県、スープスク県、 ピワ県の一部も含む、ポメラニア地方として、ポーランド、デンマーク、スウェーデン、ドイツが領有権を求めて争った。第二次世界大戦まではドイツ領であった。ドイツ領時代はアトポメルン地方と呼ばれた。オーデルナイセセンが国境として確定されたのに伴い、数百年ぶりにポーランド領に復帰した。詳細は、コーブジェクを参照バルト海沿岸のリゾートタウン。 遅くとも六世紀には、スラブ人の村が作られ、塩田によって、塩が生産された。972年から、ポーランド領。ポーランド語で、コうは、サークル、ブジェクは、砦を表し、コーブジェクは、丸い形をした砦の意味。11世紀に、先住民による自治が回復したが1107年により、再度ポーランド領。12世紀より、 デンマーク領の地に新生ローマ帝国領、ポメラニア広国の一部となる。1255よりハンザ同盟に加盟。17世紀よりプロイセン領隣の地にドイツ帝国領。第二次世界大戦後から再びポーランド領。第二次世界大戦ではドイツ軍とソ連軍の戦い、特にドイツ海軍による官報射撃により市街地のほとんどを全てが破壊された。 戦後ポーランド市民の手によって中世の街並みが再建された。現在は海岸沿いのサマーリゾートとして国内外から観光客がやってくる街の公式サイトあり。詳細はシチェチンを参照ポモージェ県の県とでオドラ川の河口にある港湾都市。1630年代までポーランド人に近いスラブ系のグリフィン家がポメラニアクゲとなりこの地を統治していたが、 住民のほとんどは神聖ローマ帝国から移住してきた。その後スウェーデン領、プロイセン王国領、ドイツ帝国領と変遷し、第二次世界大戦後より、ポーランド領。第二次世界大戦では、ドイツ軍とソ連軍との激しい戦闘で、街の大半が破壊されたが、戦争が終わると、歴史地区は、ポーランド市民により戦前の姿に復元された。 シチェチン近郊のシフィノイシチェからは、スウェーデンのイースタ、デンマークのコペンハーゲンとロネー、フェリーが運行している、公式サイトあり。ありがとうございます。